地域委員会はマーストリヒト条約により設立された344人の欧州連合域内の地方政府の代表で構成される諮問機関である。欧州連合の政策決定についての地方レベルの関与や地域のアイデンティティ、特徴に由来する権利に対する尊重を保障する目的がある。地域委員会の構成、組織、任務についてはローマ条約、 第263条から第265条に規定があり、アムステルダム条約においては5つの分野の政策について地域委員会の諮問を要することとなった。さらに、アムステルダム条約では地域委員会の委員と欧州議会の議員の兼職を禁止することを定めた。地域委員会は諮問機関としての役割を有するのみであり、しかもその決議には拘束力がない。 しかし地域レベルに関わる政策案件については地域委員会で図られなければならない。したがって地域委員会の機能とは市町村などの基礎自治体や州、県などの広域自治体の意見を欧州連合のレベルに引き上げ欧州委員会の新たな EU 法案に取り入れさせるものである。地域委員会は年5回の会合を開きそこで一般的な政策を定め 委員会としての見解を採択する。委員会の会合では、委員は以下の6つの専門委員会に分かれて、地域委員会としての見解を協議する。地域委員会は350名の委員で構成されており、委員の出身国別の人数は加盟国の人口規模に従って、次のように配分されている。地域委員会では、衆議会の議員や大都市の市長、 ドイツの州首相といった地方の政治家が委員となっている。また2015年からはマルク・マルクらが地域委員会の委員長を務めている。地域委員会の委員となる人物は欧州連合加盟国政府の指名を受けるが、通常この指名を受ける対象者は政府、または外省や内省などの閣僚や政府首脳が決めるものである。ただし、 指名候補者リストの作成にあたって、ベルギーやドイツ、オーストリアといった連邦制の国においては、通常地方政府の関係者が委員の決定に関与することが法律により定められている。指名の対象となる基準は地域的あるいは政治的背景が考慮され、例えば異なる地方の出身であることや所属する政党などが含まれる。オランダ、アイルランド、 イタリアでは明確な規定は存在しないが、この基準は各国で重視されている。フィンランドとオランダではさらに性別についても考慮される。ドイツでは連邦政府が衆議会に対して委員候補者に関する提案を送ることになっている。全16州にはまず1議席ずつが、次に5議席を人口に関する基準に従って持ち回りで配分される。 残りの3議席については、地方政府において自由に決めることができる。オーストリアでは、全9州に、異議席ずつが配分され、残り3議席が地方政府に任される。ベルギーでは、全12議席が地方政府によって配分される。6議席が、フランデレン地域で、4議席が、ワロン地域で、残り2議席が、首都ブリュッセルで、それぞれ配分され。 ベルギーのドイツ語共同体とフランス語共同体、フラマン語共同体で、それぞれ委員が定められる。中央集権的な国では、広域自治体の意思はあまり反映されず、基礎自治体に議席が配分される傾向がある。委員候補者は、欧州連合理事会の決議を経て、正式に任命される。従来は、全会一致であった、決議の採択手続きは、ニース条約以降、 特定多数決方式が用いられる。任期は4年で再選が可能である。任期中は一切の利害に左右されず、政治的には中立を保持することとされている。ニース条約で修正されたローマ条約ではさらに、委員について、地方政府において市民から選出された職にあること、あるいは選挙された議会に対して、政治上の責任を負っていることが求められている。ありがとうございます。